今日はですね、焼き鳥を作ってみようと思います。こういう焼き鳥ですね。で、焼き鳥の作り方っていろいろあると思うんですけど、今日はですね、こういうエポキシパテで、こういう原型を作って、で、ブルーミックスで複製型を作るっていう方法でやってみようと思います。ではですね、エポキシパテで原型を作ってみます。エポキシパテは、こういう粘土みたいなやつが2つ入ってて、これとこれを同じ量混ぜ合わせると硬化するっていうやつですね。こんな風に同じ量を取って混ぜます。そしたら、こういう透明のプラ板に乗せて、焼き鳥の形にします。5等分にしてみます。今こんな風にカッターとか爪楊枝とかで形を作ってますけど、すごい丁寧に焼き鳥の形を作ってるわけではなくて、適当にやってます。なんか、適当にこんな風にやって、焼き鳥の形になったらいいな、ぐらいな感じで。こんな感じですかね。で、これ、ちょっと作り直したんですけど、こんな風に4個作ってみました。あんまりちょっといい出来ではないんですけど、今回は動画用ってことで、これでやってみます。で、複製型を作るので、原型は本当は1個でいいんですけど、なんで4個作ったかっていうとですね、こういう風に、お皿に何本か乗せたいときに、原型が1個だと、同じ形のものが何本も並ぶことになっちゃうので、それだとちょっと変なので、こう、何種類か作りました。で、複製型で複製して、こういう風に、たくさん作ることができるので、こう、何種類か作っておくと、それぞれに違う形のものを乗せることができます。そしたら、硬化したので、ブルーミックスで複製型を作りたいと思います。ブルーミックスってのはこういう粘土みたいなやつで、これを同じ量を取って混ぜ合わせると、硬化してシリコン型になるっていうやつですね。これで硬化するのを待ちます。で、シリコン型が固まって、型から取った状態ですね。で、これに、粘土を詰めて複製していきます。粘土は白の樹脂粘土にイエローウォーカーを少しだけ混ぜて作りたいと思います。ほんのちょっとで大丈夫です。だいぶ白っぽいですけど、このぐらいでやってみようと思います。昔、初めて焼き鳥作った時だったか、焼き鳥は茶色いからって言って、すごい、こんぐらい茶色い粘土で、作ったことがあって、そして、なんか変な風になったんですけど、焼き鳥が茶色いイメージって多分、タレとか、焦げ目とかで、鶏肉自体は結構白っぽいと思うので、それからは結構薄く作ってます。で、乾燥するとちょっと濃くなるので、このぐらいで、で、あと、最後、後の工程なんですけど、こう、複製した後に、
ういうので、ちょっとサササって、色つけたりするので、こんぐらい薄くて大丈夫だと思います。そしたら、これで乾燥させます。で、これは、また、乾燥して取ったら、また詰めてって使うので、こういうふうに乾かないようにして保管しておきたいと思います。で、こんな風に何個か複製しました。で、樹脂粘土って乾燥すると少し小さくなるんですね。色も濃くなるんですけど、乾燥、水分が抜けるっていう乾燥ってそういうことだと思うんですけど、そうすると、その水分が抜けた分、少し小さくなって、で、密度が濃くなった分、色が濃くなるんだと思うんですけど、これが原型で、ですね、こっちが原型で、こっちが樹脂粘土なんですけど、こういうふうに並べてみると、ほんのちょっとだけちっちゃくなってます。これ、1センチなんですけど、0.5 ミリぐらいですかね。ちっちゃくなってます。で、これは、焼き鳥はちっちゃいので、そんなに差がないですけど、これがもうちょっと大きいものになると、一回りぐらいちっちゃい印象になっちゃったりするので、原型を作るときは、ほんのちょっと大きめに作ると、いいかもしれないです。そしたらですね、串を作りたいと思います。この、串ですね。で、この串をどうやって刺してるかっていうとですね、自分は、これを、針とか、画鋲とかで、少し、1、2ミリ穴を開けて、そこに、こういう、短いのを刺して、っていう風に作ってます。で、この串を何で作ってるかっていうとですね、前は、こういう爪楊枝とか竹ひごとかを削って細くしてやってたんですけど、そしたら、すごい弱くて、ちょっと触っただけでポキって折れちゃったりしてたので、なので、今は、こういう、プラ棒ですね。模型屋さんとかで売ってるんですけど、こういうのを、色塗って、串にしてます。で、こういうの、これは、いろいろ直径が、これは 0.4 ミリとか、0.5 ミリとか、いろいろ、あるんですけど、これはどっちだろう。0.4 かな。まあ、このぐらいの細さのやつで、僕はやってます。プラ棒だと、柔らかいので、この、ぐにょってこう、曲がっても、戻るので、これが竹ひごとかだともうこれでパチって折れて終わりなんですけど、これは、戻せば大丈夫なので。そしたら、このプラ棒に色を塗っていきます。で、色は、茶色なら何でもいいと思うんですけど、今回はこのイエローウォーカーを使ってみたいと思います。で、乾かします。そしたら、カットします。で、カットする長さなんですけど、この、見本だと、この、出てる部分が3ミリなんですね。で、2ミリ差し込んでるって考えると、5ミリあればいいんですけど、これが5ミリなんですけど、5ミリぴったりだと、この、穴が深かった時に、入りすぎた時に短くなっちゃうので、
長い分には、カットすればいいんですけど、短いと修正が効かないので、ちょっと長めに切りたいと思います。7ミリぐらいですかね。こんな感じで。そしたら、待ち針で穴を開けたいと思います。で、この時、まっすぐ針が入るようにします。そしたら、ボンドを用意して、串を刺します。で、こういうふうに、待ち針で穴を開けて、で、串を刺そうとしたときに、穴が小さくて、入りづらかったら、こういう画鋲とか、太い針で、穴を広げると、入りやすくなると思います。で、この時に自分が気をつけてるのは、この、串がまっすぐに入るようにすることですね。これが、例えば、こういう風に焼き鳥があって、串がこんな風に斜めに入ってると、この、見えない部分が、こういうことになっちゃうので、こう斜めだと、不自然なので、ここがまっすぐ入るように気をつけてます。そしたらですね、焼き色をつけていきたいと思います。これが、焼き色の達人がなかったら、こういう絵の具でもできますので、絵の具で、筆で、ちょっと難しいですけど、できますので、これがあると、すごい、やりやすいんですけど。で、こんな感じですかね。焦げ目をつけていきたいと思います。焦げ目は、こういう、黒とか焦げ茶の絵の具で、筆で、つけていきたいと思います。こんな風にして、で、こんな風に、ちょっとずつ、僕はやってます。焦げ目って、すごい、自分は苦手で、なんかいい方法ないかなって思うんですけど、ハンバーグとかも、焦げ目がすごい、苦手なんですよね。とりあえず、今は、こんなやり方でやってます。そしたら、串をこれ長めにしてあったのでカットしていきたいと思います。まあ、適当ですよね。このぐらいですかね。そしたら、この切った断面が白いので、絵の具で塗りたいと思います。こんな感じですかね。そしたらですね、タレを作りたいと思います。タレは、
このクリアオレンジとクリアグリーンを混ぜて茶色を作って、でそれに UV レジンを混ぜて作ります。こんぐらいですかね、茶色い感じで。もうちょっと緑を混ぜてみます。こんぐらいですかね。で、自分は、あんまりこれ、ベタって塗らないようにしてて、こう、ちょんちょんちょんって、控えめにやってます。こんな感じですかね。で、そしたら、このお皿にもちょっと塗ってみようと思います。乗せる、4本乗せる予定なので、ちょっとこんな風に。で、これを、UV 照射器で硬化させます。で、硬化したらこんな感じですね。焼き鳥です。これさっきのお皿なんですけど、ちょっとちっちゃかったので作り直しました。こっちでやってみたいと思います。で、あとは乗せるだけですね。ボンドで接着します。で、ボンドが乾いたら完成です。焼き鳥ですね。で、今度、他の種類の焼き鳥も、つくねとかも作ってみようと思ってます。ネギマとかも。で、なので今日は、今回は第1弾ってことで、こういう、普通の焼き鳥。何ですかね、これは。精肉？ももの焼き鳥ってことにします。ももの焼き鳥を、今日は作ってみました。ご視聴ありがとうございました。